大谷さん、チームメイトに中指を立てられてしまう。ネビンヤンケ。チームメイト監督。怖すぎて草。さっきん素晴らしいバッティングだったよ。昼間かな？ケツに入れていいか聞いてる定期。エッチしよの合図やろ。今夜いい？ってサインやろ。ケツな穴確定サイン。ネビンのが指立てられる側ちゃうんか。今の大谷が球団上層部にこいつ追い出せって言えばすぐ職を失うぞ。クソ采配でランナー潰しまくった奴が何ニコニコしとんねん、戦う顔しろや。ネビンがまだ52歳という事実。マジレスすると爪が割れたの中指か聞いてるだけ。ネビン、中指の爪の確認してただけなのに。